中探し回っちゃったよ。本当に一言くらいは言ってくれてもよかったんじゃない？朝も起きてこなかったんだし。ところで隣の人はどちらかな？あ、本当だ。あ、どうも、はじめまして、木杉シオンです。はじめまして、海老原睦月です。よろしく。高荷咲也です。木杉さんもうちの学園の人なの？ええ、私も同じ学年よ。あ、それと私のことはシオンって呼んでね。私も名前で構わないけど。あ、うんうん、私も名前でね。そう？ありがとう。じゃあ、睦月さんと咲也さん、これからよろしく。うん。ええ、シオンさん。そんなにおかしかった？私の態度。そうね、わかりやすいわよ、本当に。あまり意識しても治らないと思うけど。だけど彼女そういう雰囲気があるのよ。でしょ？本当に今まで気づかなかったのが不思議なくらい。スノボなの？私はまだちょっと。だから今日も千歳ちゃんに教えてもらうんだ。さすがに小さい頃からやってることだしね。いいな、自由に滑れて。大丈夫よ、海老原さんだってすぐに滑れるようになるわ。そんなに難しいことじゃないんだから。そうかな。そうそう、だって昨日だけでとりあえず転ばないようになったんだよ。睦月さんだってすぐに滑れるよ。うん、
ありがとう、シオンさん。そうね、昨日は結構転んでたみたい。夜に痛がってたから。ただ転んだ回数が経験値ならそろそろ滑れるようになるんじゃないかしら。心配してるんだ、ムツキさんのこと。じゃあ私は上の方に行ってくるわ。早くリフトに乗れるようになるといいわね。頑張って。うまいね、咲夜さん。昨日のおさらいからかな。それじゃ始めましょっか。つま先に体重をかけたからだよ。その向きで左に曲がるときはかかとに体重をかけなきゃ。ん、そういう呼ばれ方も好きじゃないな。よろしい。お疲れ様。ま、厳しさは愛の無知だと思ってね。だいぶ安定してきたんじゃない？うん、これなら初心者用コースに上がっても大丈夫だと思うよ。昼ご飯はどうするの？一度ペンションに戻る？そういえば昨日のはお弁当だったものね。うん、戻ろうか。私はカレーで。うん、
ったじゃない。最初のうちは本当に最初のうちだけよ。あんまり周りのことまで考えなくてもいいと思うけど、かえって迷惑になることの方が多いと思うわ。まずはリフトに乗りましょう。見つけたわよ。ちょっと人を変な風に表現しないで。あ、それはそうなんだけど、風紀になったとかで有名な子？へえ、あなたがそうなんだ。どちら様でしょう？あ、私は木杉シオン、彼の友達です。よろしく、新倉さん。あ、はい、新倉アスカです。よろしくお願いします、木杉先輩。やだ、先輩だなんて呼ばないで。できれば名前で呼んでほしいんだけどな。え、でも、あ、そういうことならシオンさんでいいですか？代わりに私も名前で呼んでください。のせいじゃないですか、先輩。私は普段からこんな調子ですけど。そっちが言い出したんじゃない。仲いいんだね。どこがです。気のせいですよ、そんなの。今日はシオンさんに免じて聞いてあげるわ。その変な呼び方使うな。元気のいい子だね。後ろの人に迷惑になるから、もう少し脇に寄った方がいいよ。
しまして、ちゃんと滑れたのは私も嬉しいわ。ええ、頑張っていきましょう。あら、今からお風呂？そうなの、だいぶ滑ってきたんだ。そういえば、シオンさんに教えてもらっていたのよね。その場面、ちょっと見てみたかったかも。珍しく弱気なのね。ああ、そういう話ね。そうね。あ、ちょっと待ってて。そういうことなのよ。肌が綺麗になるから雪女にも間違われますよってね。まあ昔は目下綺麗なんてのもあったそうなんだけど、
シオンさん、入ってたんですか？どうも、サクヤさん。ご一緒させてもらいますね。え、どうぞ。お邪魔します。なんだよ、風呂に行くなら誘ってくれてもいいだろうに。まったく、釣れないやつだよな、お前。わかってるって、俺もないからさ。約束は？お、さすがは親友、ありがたいお言葉。あるね。おい、そりゃないだろう。ち、つまんねえな。ただいまったく、本当に出てくとは思わなかったぜ。せっかくいいネタを拾ったってのに。ああ、昨日の雪女の噂の続きなんだけどな。なんでもな、このスキー場を作る時のことらしいんだけど、結構事故が多かったらしいんだよ。だろう？しかも案外原因不明だったりしたらしくてさ。それで雪女が
山を荒らされて怒ってるんじゃないかって話になったんだそうだ。まあ俺らの感覚ならそうなんだけど、信じてる人も多いみたいだったぞ。そうなんだけど、逆にそれ目当てってのもいるらしいからな。まったくだ。お、わかってるじゃないか。白井の部屋で何かやってるらしいからな。それを覗きに行こうと思う。したか。